じゃった。全国のみんな、こんにちは。痛い膝が元気ですか？ハローエブリワン。元谷ですか？元谷です。この自己紹介と今日は全地教えていくでー。さあ、見覚えないですか？この場所知ってる人は知っている。うん、この間バク宙の講座出して、場所ここは一緒なんです。で、今回はバックじゃなくてフロントでやっていきます。全中です。全中のやり方を教えていきます。やり方を教える前に何種類かあるんですよ。で、今日教えるのが下から上に振り上げてから回るタイプのものなんで、あれ、なんか覚えたかったのと違うと思った人は、はい、ブラザーバーク、はい、ブラザーバーク、バーン。残った。いや、今残ってる方、これでいい。最近この前中フロントフリップ教えてる人いなくて、僕がこれ覚えたのは、まあ自分が憧れてる人がやってた前中っていうので、もうこれから生まれてくる子たちにも伝えたいなという思いで、今回このフロントフリップを作りました。なので、ぜひ覚えて帰ってください。このフロントフリップのやり方なんですけど、これね、結論言ってしまえば、結論ってダメだ、最初に言ったらなんか良くないらしいですよ、 YouTube で。練習方法から言いましょうか。一番安全な練習は、環境が整ってるマットとかある方がいいと思うんですけど、普通ないですよね、マットなんて。家に布団のマットぐらいしかないですね。ウェブスターの動画出したんで、背落ちから始める方もいいですし、あとは何だったっけな、一気に回ってみるっていうのもいいと思いますけど、やっぱり回るのが怖いっていう人がほとんどなので、回るの怖い人はやっぱりマットが必要です。でもマットがないっていう人、これに代用できるものがあります。代用できるものは海です。海、まだギリギリ入れるよまだギリギリ海入れるよ、まだ入れるから、今のうちに海にゴー。海に向かって走ってジャンプして水にジャポーンみたいな、もしくは飛び込みできる場所があったら飛び込みでもいいと思うんですよ。で、その他にもう海もない、体育館とかマットとかないって人は、さらにちょっとクッション性は薄まりますけど、よくみんなが練習するのは砂場です。砂場、公園とかによくありますよね、砂場。ああいうとこでね、たくさん練習した記憶があるんですよね。練習っていうのは格好悪く見えてしまうんで、それはバク宙の講座でも言ったかもしれないので、そこはね、気にしなくていいと思いますよ。大したことないですよ。失敗たくさんしますからね、人は。失敗しないと成長できないんですけどね、たくさん失敗することは成功する確率が上がってるんで、実際そうだよね。あれ、失敗が多くなると成功する確率って上がるの？僕の場合は何かを飛び越えるために使う前宙なので、下から上にジャンプすると同時に振り上げて、そこから前に手を持ってきて足で抱え込む。結論って最後に言うもので、さっきちょっと言いかけたんですけど、結論を本当に最短でできるようになるために必要なことが2つあるんですよ。2つ、宙返りをしている時の感覚がないとちゃんと回れない人が出てくるので、これをやるときは覚悟をしてください。でも案外ね、その感覚が人によって違うので、この空中姿勢の時の、やったことない人でも案外回れちゃったりっていう人もいますし、全然回れないっていう人もいますし、やっぱ自分の中で僕って運動神経多少いいなと思ってる人であれば、意外といけるんじゃないかなとは思うんですよ。体硬い人とかね、なんか柔らかい人の見分け方とか、正直柔らかくなくてもできるんですよね、フロントフリップは。ですから、一つは上から下に振り下げてこう回転を作る前宙と、もう一つは引っ掛けるやり方ですね。肘を後ろに、体の後ろに持ってきてジャンプすると同時にこう引っ掛けて前宙をするやり方と、最後に僕が今日やってる下から上にジャンプ力をつけるために、飛んだ時に手も上に振り上げるフロントのやり方が見つかりますので、これのやり方を教えるとしますと、走っていきます。走っていってドンと飛ぶ時に、上がると同時に、ただ上がった瞬間にすぐこう前に切り替えないといけないんです。抱え込みが入るので、着地はできるけどしゃがんでいるとかっていうのは、これよくあるんですよね。ちょっとずつ回数をこなしていくと、このように膝がちょっとだけしか曲がってなかったり、それをどんどんこう修正していくっていうのが大変な作業になります。前宙ってなかなかね、成功するのって難しいので、なんか僕さ、あんまり前宙さ、なんかできるイメージないんですけど、動画で見ると なんかこう高さ全然足りてるとか、あ、着地全然できてるとか思うじゃん、思うけどさ、
本当に僕が意識していることはたった2つです。僕はもう空中姿勢の頭の中の感覚、空中にいる時の感覚を身につけているので、僕が気をつけていることはたった2つです。これが結論になります。空中姿勢を身につけて、空中でいる感覚を身につけた人における最短で学ぶ、ちゃんと綺麗に着地ができるための2つの結論のポイントを言います。一つは上に飛ぶことですね。走っていくと前に勢いがついてるので、上に飛んだ時は必ず前の勢いも残ってます。自分の中で真上に飛んだとしても勢いが残ってるので絶対前に進むことが可能です。絶対前に行っちゃうんですよ。もう一つ、もう一個は、これが着地をするために一番大事なポイント、めちゃめちゃ抱え込む、これマジで大事な大事なポイントです。あのインポータントポイント、インポータントポイント、抱え込めば抱え込むほど回転力が増すので着地しやすくなるんですけど、どめちゃめちゃ抱え込むことによって抱え込みを解除するタイミングをこれ誤ってしまうと結構大きい怪我につながるんですよ。早すぎると逆にまあ背中から落ちてまだなんとかなるケースとか大事にならないケースっていうのはあったりするんですけど、遅すぎると前に勢いがついてしまうので、こけるっていうのはまだいい方なんですけど、最悪ちょっと顔から落ちちゃったりっていうのがあるので、その時の回避も覚えておくためにはロールですね、ロールも覚えてた方がいいと思います。受け身ですね、パルクールで使う受け身だったり柔道とかの受け身でもいいですから、あれは身につけておかないと本当に大事になりますよ。なんで、僕は難しいな、これ。受け身が取れなくてもね、感覚で覚えたら OK っていうところがあるんですけど、やっぱ回ってる途中一瞬こう考える時間があるんですよ、話す考える時間があるので、それを考える時間、僕結構体感する時間で解除したりとか、一応見えたりする時もあるんですよ。地面ギャップで高さがあるところからフロントをするときは地面見えたりするんですけど、やっぱこの平面で飛んで平面で着地する場合は地面を見えないことがほとんどなので、ジャンプして着地する対空時間、これ飛んで着地1、これ今で着地した時間が前倒しで 0. 何秒か 0.1 秒ぐらい体を解除するのがベストタイムだと考えるのが理にかなってるんじゃないかなと僕は思います。気になることとかあったらたくさんコメントに書いてください。いろんな人で情報を共有し合いましょう。みんながフロントフリップできる未来になったら、なんかさぞかしいいんじゃないですか。なんか近未来みんなフリップしてたら、みんな宙返りしてたらなんか面白いよね。でも多分パルクールが流行ってから以前より宙返りできる人ってだいぶ増えたと思うんですよね。そんな気はしますよね、そんな気しますよね。ということで最後にフロントフリップやってみますか。OK、てな感じです。これでフロントフリップ終わります。みんな気をつけてね、練習してください。本当に大変なんでね、今いろいろ頑張りましょう。なんか話すことあったっけな。あ、そうだ、シリコンバンド発売したんでよかったら買ってください。あの動画に出てるロゴがそのままバンドになってます。ベベン、購入先は概要欄に貼ってますんで、ぜひぜひお願いします。ではまたお会いしましょう。